うお、寒い。釣れないし、寒いし。イージーな感じでは全然食ってくんないですね。もう一番簡単なのはナレジみたいな波動の出るバイブレーションとかゼッパー80みたいなミノをしっかりリップでね、ブル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 っていうのを竿先感じた状態で明暗をこう横切ってくるように、早くていいと思います。あの波動を出した方がいいんで、キュルキュルキュルって巻いてきて出てきた瞬間ドンみたいなのが一番イージーなんですけど、まあ絶対試すべきメソッドなんですけど、それだとね全く当たんない。で今度はそういう感じじゃなくて、ちょっとふわふわさせてフォールを入れるって感じですかね。明暗もいろんなメソッドあるんで、この後ねジョルティ入れたりとかいろいろやれば、でもねちょっと寒すぎてびっくりメソッドが、いやよしくて、よしくて、びっくりメソッドが食えつけない。さあどうだ、うお、なに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 、何どこまで行くのこれ。え、結構強いんだけどな。周走の 1,2 メーター奥入ったところでしたね。リーダーが一瞬見えたの。外れんなよ、シングルフックだからね。こんなサイズで元気だね。うわ、何この元気。ちゃんと口にかかってんのにこの元気だから、かかってる間寒くない説ね。おー、すげえ全然バテない。よいしょ、おれ、ああ大きくないなんつってごめんだった。めちゃくちゃでかかった。なんか一瞬50センチぐらいにしか見えなかったんだけど、すごい、見てこの口のかかり方でけえな、おい、よかった釣れて。はい、こんな感じで一本釣れました。これ釣れたんでね、気を良くして帰りたいと思います。ナレージ頑張った。はい、何センチかな、いきます。じゃんじゃんじゃん、あ、なんか尾びれが、お、いや、すげえ、91 90オーバーでした。それでかいわけだ。よいしょ、90オーバー出ましたね。寒い中頑張って頑張ってっていうか心折れかかってましたが、じゃーん、91センチ、こんな感じこんな感じ、91センチ、おお、よし、やりました、ありがとう、釣れた、91センチでした。あ、写真撮るの忘れた。橋の下の暗がり、あの昼間魚がたまりやすい場所ですね。でボトムにいるんで一回必ずボトムを取ります。でラインがフッてこう吹けるんでボトム取ったら早巻きかジャーク。でも完全にこの橋の下入れるときはあのミディアムリトリーブでも大丈夫。食いましたよ。よし。ああ、今多分ね、追い食いでフック一本だよ。よし、フロントかかった。よし。おおおおお。よし。よし、花火で。まあ50センチですよね。よし、なんないっす
日本テレビの6時から全然ダメそうな場合は、あ、やべごめん、手のひらでこうやって8の字書くようにして口の中に水入れてあげると元気になります。すぐ泳いでいく場合はそこまでやらなくてもいいけど、うん、これはダメかなって、でこれやると正気になるとピッて戻ってくるんで、今まさにあの位置投げてジャークして時間を稼いで、で巻いてきたらドン。おお、送った。ほら今足元まで追ってきました。で足元で食ったらベール一回出しちゃう、このベール返してライン出しちゃってもいいです。基本的にこうやってフリーにしても外れないです。でエラー洗いもしなくなるんで、一回ね沖にストラクチャーで切られる心配がなかったら沖に出してシャーって出してからグッてこう合わせを入れればバレにくいですから、で多少ファイトさせてこっちもランディングの準備をしてって感じで、いやもうみんな必死にラインテンションを緩めちゃいけないんじゃないかと思うんですけど、ほら例えばベールフリーにしてもエラー洗いもするとエラー洗いもしないしバレなくなるんですよ。だから、まあ、ここが単なるブレイクで鈴木がどこ行っても切られるとこないので、こうやってロット曲げなくてもいいんですよ。だけど水面に浮いてる時だけはテンションかけてエラー洗いを防がないと思います。だけど魚が下にいる時はもうほとんど今曲がってないの分かると思うんですよね。もうほとんど犬の散歩状態ですね。泳いで、見えるかな魚、ちょっと映して、あんな感じで犬の散歩状態。だけどこうエラー洗いする時だけはグーって引っ張ってください。だけどまた犬の散歩っぽくなるんで寄せてきたら、タモの準備ですね。でタモ入れはしっかり糸出した状態をキープするのが大事です。糸巻きすぎちゃうと、ちょっと大変になるん で糸をたくさん余裕持った状態でこう入れてあげればミスがないです。でタモ網はまっすぐ上げる、斜めこう持ち上げると折れますからね。103番ですね。ちょっと慎重にこう、今度はかなりいる可能性が高いっていう前提で動かしたりできるんで、よし食った。ああホールで食ったけど、こいつは可愛いサイズでした。よいしょはい、ラストね。まだ全然もうちょいね、水がちょいが下がってこないと。あ、でも食ったお、スネコン沈めたら食ったな。でもそんな大きいサイズじゃないな。アジエが始まる。あ、でもまあ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 いいサイズ、いいサイズ。はいはいはい、よいしょ、おざーす、よいしょ、おざーす。最初の1本目、まあ、60ちょっとだね。まだ潮位が高いからちょっと上までできないですかね。まあ、まだまだ出るんでね。イエー、気持ちいい。1メーターぐらいですね、この沈めて流したら。よし、食った。お、一歩で出た。さすが、まずまず最後。はい、レイ、よいしょ、よっしゃ、イエーイ、すごい。お、60後半ぐらい。60だね。レンジ下なんすか。いやいや、もうほぼ言ってたね。60ジャストぐらい。甘いんじゃないですか。いいサイズ、いいサイズ出せてんな。何食ってるんですか今の。なんだろうね、あんまり食ってなさそうな。はい、まあ、こんな感じです。スネコンね、地合いだからどんどん釣れる。はい、ありがとう。お、どうだ。さあ、今度はバレるなよ。よしよしよし、まずまずサイズ。やっぱ久保田さんと同じところで食ったね。慎重に行きましょう。慎重に。いいサイズですか。お、うおー、楽しいな。上がった時に、おー、いいサイズ。よしよし、
うわ一つ外れた一つ外れた一つ外れたよやばいめちゃくちゃ泳ぎ回る。あ次浮いた時お願いします。はい、はい、よっしゃー。あーずるずるずる危ない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 。このまま落ちちゃえば面白かったのに今のはウドも今のは俺ファインプレー今のは俺ファインプレーこれは多分ね、チャリさんとか工藤さんじゃ救えなかった魚ですよ。俺だから救えた。さあ、今日1ですが、これも72だね。今日2だ。太いな。いい魚。いい魚っすね。いいね、秋のね、この太い、コロッとしたのね。たまんないね。だから流し方について、お、ちょっと待って、流し方について喋ろうとしたら、いきなり食ってきちゃったよ。おお、おお。でかいししかもちょっとでかい今あの意識と無意識の話をしようとしたら自分が無意識でしたスローモーションのように食ってきてびっくりした。おいちょっとでっかでかいし今しようとしてたお話はよく釣りがうまい人は釣りがうまいっていうか長くやってる人は経験してるのは油断した時食うっていうねルアー釣りっていうのはなんか先みなぎって一生懸命巻いてる時はなかなか食わなかったのにちょっとボケーっと巻いてたら食うとか、まあ、前にインタビューで言ったなんかエロいこと考えてると食うとかそういったことに通じると思うんですよね。そういう時ね無意識の時人は流してんですよルアーを。で流してからやっぱ食ってくるんですよね。中級者の人とか集中して巻いてると流せてないんで食ってくる。歩行編を彩るね、いうことなしの60アップですねおまけありがとう。じゃあまずスーさんあたりからですね。で、まあ、最初はねもう本当にお好きなルアー投げてもらえればと思います。あもう来ちゃった1投目でしたね。テール1本だよいしょ。ルアーの流れで、まあ、レンジで速い流れを見つけていく作業をしようかなと思って。だけど、まあ、ベイトが固まってるゾーンの外側ですよね。はい、まあ、こんな感じ。すごいちょっとトップウォータープラグでネチネチやってみます。特にこう水が澄んでて特に透明度高い川ですね。違う、あ、ほらトップ出たそういう時トップってとても強いです。あのルアーが見切られづらいので。おしゃしゃしゃ、イエイ。カッパリでトップでこれが出ると楽しいですよね。カワスズキですね。こいつこの尾びれのでかさでかくなるタイプのスズキですよ。やっぱり要所要所こういうテクニック使って魚出していかないといけない時っていうのは多分にあります。まあ、東京はあの魚が多いだけに釣る人と釣らない人でもう優に10倍以上下手すと丸が2つ、100倍近く釣果に差が出るんですけど、それはこういうテクニック引き出しの多さですよね。よし出た。やっぱりトップがパターンだね今日の。おしょ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 
よいしょ。おお、まず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 、イナッコが逃げ回ってますね。よいしょ。どうしよう。もうテール一本だったね、ランディングね。よし、来た。来ました、よかった。よかった。よし、あ、6時あるね。あ、ないか。綺麗ですね。うん、綺麗な魚ですね。ずっとただ巻きでも通ししても出なかったですけど、スーさんのダートアクションしてたら出ましたね。よし、食った。パターン掴みましたね。バッチリじゃないですか。まあ、ただ巻きだけでいいよって人多いですけど、今日に限って言えばもう絶対ただ巻きではこうは出ないですね。今日はこれ9センチぐらいの新片が一番当たる状況ですけど、ないない。ああ、ちっちゃい。これこのサイズなんだよな。合わせたくないけどかかっちゃう時ありますが、ちょっと今日取ってないんで、こんな感じのこのサイズがね、ちょっと今日多くて50センチないぐらいのこれがねかかってきてしまいます。ちっちゃい。今明るいとこで食いましたね。境目入れないで、はい、こんな感じで。まあ、明暗もやり込めば面白いので、ぜひね楽しんでもらえたらと思います。でも自分の正直な感想で言えば、まあ、自分は本当何千本って明暗で釣ってきて、まあ飽きたっちゃ飽きたんですね。でやっぱり磯行ったりウェディングしたり鈴木釣りいろんな釣り方あるんで、上流行ったりね、そうやって楽しんでもらえたらと思うんですけど、初心者中級者の人はもうぜひ明暗いっぱい行って楽しんでもらえたら嬉しいかなと思います。はい、元気だね。さあ逃がします。バイバイ。なんか今日外れてばっかりだな。でこうやってね外れちゃうときはね、合ってないの食い方があるし、でやっぱりねしっかり合わせてしっかり飲ませて食わせてるときはかかりがいいんで食うんだけどね、なんかやっぱ外れちゃうときはちょっと食い方がずれてるときが多いんだよな。まああと今日はちょっと魚がちっちゃいんだよな、このサイズばっかりだな。はい、こんな感じで、じゃあまあこれ釣ったらねちょっとおしまいにしましょうかね。はい、こんな感じでね。そうなんだ、ユーゴ曰く一石三鳥釣ってた。一石三鳥釣って柔らかいしか出なかったよ。あと二つは何だった。柔らかい、なんだ、やば、あ、魚傷つけない、多分測れるっていうの。あ、測れるか。まあまあ3つありましたね。はい、こんな感じでちょっとね今日魚ちっちゃいんですが、ありがとう。浅いとこだったら、まあ実際水深2メーターぐらいあったら、例えば水面直下系のルアーでも十分ボトムからふわって食ってきますけど、まず最初にコンタクト欲しいなら、そのルアーのレンジを下げていった方がいい。ボトムラインを通すってことですね。だから根掛かりしない範囲でたまにボトムに触れるかどうかってルアーを使った方がいいです。食いました。あ、違う、これスレっぽいな。
失礼ですね、ベイトに当たった、あ、うん、やっちった、食ったんだ、食ったんだ。これもね、60オーバーぐらいになると、まあ、楽しいんですけど、あの嬉しくないのはなんでなんだろうね。なんでなんだろう、ボラとかさ、俺いつも不思議なんだけど。今で65メーターぐらいです。よし。これはこれはね。まあ今日のね、濁いパターンですね。モンキーロックのダーティング。もう完全に全部口に完璧フッキングしてますもんね。ただ巻き一回もしないでひたすらダーティングしてる時ありました。あ、ほら濁い追ってきた。今この前に一つバイトがあって、これ濁いです。今日はね、ここは濁い講座で、キュエド濁いパターンを検証みたいな感じで、ぜひワンサブタイトル。8ペン久々だな。最近スネコンばっかり投げてたから。出た出た、一発のでかい、出た、ハダブラハダブラ。さあ俺にも来い、俺にも来い。あちゃ、よし来た、食いました。あーちっちゃいのちっちゃいのがかかっちゃったよ。ちょっと泳がしとくとね、周りのブリが逃げないの。他の人にもかかる。でかい、でっぷりだ、でっぷり、でっぷりぶりです。ラチペン、あーこれはいいね、これはいいね。まだいっぱいいる、まだいっぱいいる、その辺その辺。ほらほら出るよ、ほら出る、あ、ルアーが飛んでる、ルアーが飛んでる。かかった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 。すごい奪い合ってんだよ、食い損ねてると思ってみんな取ろうとしてんの。ほら、でもこういう時にね、糸緩めたらどうなるかとか、シングル外れないね、ぐらい糸緩めても外れないし、これはかかり方がいいからリリースできるタイプね。はい、はい、よいしょ、いや、いいね、ガチペン。さあ、いいんじゃないの、そろそろちょっと早めに。あ、出た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 、出ろ出ろ、おっしゃ食った、おっしゃ、よし、はい、合わせ入りました。早めでよかったな。お、みんな出た、みんな反応した。もうユーマ詰めパワーもあるな、これでも5、6キロかな。そうでもない、だってこれあれだから、あの GT46 キロの時の竿だから。あのファイトに比べたら全然でしょ、こうやって歩けますからね、連れて歩いて帰る、もうこのままお家帰っちゃうかぐらいの感じ。でっこガチペン見て、もう上顎、完璧なバイト、完璧なバイト、もう逃がしちゃいます。バイバイ。よし、来たよ。Thank you.
走れました。大丈夫です。足元いいですよ。大丈夫。はい。あと10メーター。
もう一度回るよし。はい、よっしゃー、はい、46秒、はい、46、よっしゃー、よっしゃー、それで、はい、で、よいしょ、はい、一回置いて、一回置いて、うん、はい、いいですか、はい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 、ふぅー、さよなら、自己記録更新、よっしゃー、おめでとう、おはようございます、おはようございます、おはようございます、よし、さあ、いいファイトだった。いや、楽しい。最高。まだ釣りたいね。スピニングだから、ちょっと今糸が乾燥してるんで、なかなか落ちない。20、30、40、50。潮が速くてボトム取るのが大変。これか、ボトム。ボトムつきました。ちっちゃめアンピッチ。リング、リング。お、食った。気持ちいいな。何食ったかな。いや、ジギング楽しいよね。さあ、さあ、お、突っ込むね。来た来た、青物だ。カツオ？ソーダ？さあ、触ろう、触ろう、触ろう。おーし、行きます。えい。えい。サラビアンのサゴシでございます。やったぜ。おー、切れた。切れた、危ない危ない。サゴシ勝った。食らう直前だった。はい、釣れました。荷下ろし目にはね、早速ヒットですね。そこからね、5メーターぐらいしゃくったところでドンと来て、まあ、このね、鋭い歯で、まあ、上げたら切られましたね、リーダーがね。まあ、ちょっと一瞬触ったんだよね。グッチョブグッチョブ。1回そこついて上がってくるの見てね、絶対みんな周りの魚が気づいてるんで、2回目落ちた時に寄ってきてて、さあ2回目のしゃくり上げでフーっていうのは結構あるんだよね。ホールだった。おっしゃ、おっしゃ、でっか、なんだ、ヒラメ？でっか、重い、なに、青物でもないし、浮いたんでちょっとドラッグを緩めて、なんだこの魚、走んないぞ、平べったやつかな。あと 20m。 うわ、浮き出した。おお、なんだ、マゴチ、何何何、ハタ、うおお、高級魚、高級魚。マハタ、超高いんだけど、何これ、何ハタ、何魚、これは美味しいやつ。これね、浮き袋なんで、深いところから上げてきたから、そこからワンアクションでしたね、ドンと。なんか言ってた通りですね、3回目、3回目のね、しゃくり上げワンアクション。2回目で誘って落ちてったのをもう見て、そこについたのを食ったか、そこからピコって動いた瞬間ね、食ったね、スピンビットで。いいじゃないですか。なんかスネコンのジャーキングに反応するのはなんでなんだろうな。針も大きいから取りやすいんだけど。連れてくれ。もう明るくなっちゃって日が差してるから、真っ昼間の時の方がね、日陰で。そう、食わんすかね。日陰じゃないから、むしろあっち側だね。あ、食った。でも食った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 。よいしょ。からむしろあっち側だね。あ、食った。でも食った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 。よいしょ。よし。
っしゃ。メコン90。やっぱなんかジャーキングしてるとね、さっきもよく当たったんで。カットンできましたね。うん。はい。まあサイズじゃないけど。詰め込んで釣れました。はい。さくえ。わあ、ここで食わないな。うわ。これは食うと思ったのに。ベタピンやもんね。終了ってぐらいいいとこ通しちゃった。この面で食わんかったら、その今さっきやって食わんかったやつで一回抜いて逆からやってみよう。おお、ベイト走ってる、ベイト走ってる。ねえ、この角ここだろ。おー、すくった。よっしゃ、ネット。トップ、トップで。A サイズ、 A サイズ、 A サイズ、 A サイズ。かかりが浅いよ、かかりが浅い。よっしゃー。うぅ、うぅ、あ、しっかりかかってる。あ、だいい感じでかかりましたね。いきます、いかせます。元気、さすが夏のシーバス。よっしゃ、お待たせしました。あ、すいません。よいしょよいしょ。夏は釣ったらね、まず一回撮影した。奥ならこの上ね、うん、どうぞ。で、撮影とかドタバタ準備をして、前でちょっと水流し続ける。ちょっと冷えてない、ね、全然、うん、メジャーっていうか直置き、直置きよりは全然こっちの方がいい。端端せっかちおじさん正解やったな。確かに。よし、はい、よし。じゃあ2日目のシーバスが釣れました。いいね、いいですね、いいサバスシーバス。いや、ここ立ったの久々。モス入れない。うん、大抵誰かいて。対岸にカキセがあって、最初は浅いんだけど、そこからグッとズンと深くなるの。多分そこにいるんだよね。でそこに届かせたいし、でもそれ以上投げるとすごい浅いんで、でカキセだからもう引っかかったら取れないんで、まあね、難しい。よし、食った。よし、食ったよ。真ん中で食ったのは。よし、おーしよしよし。よし、うん、いいね、いいね、いいサイズ、いいサイズで、文句なし。詰め込んで90でしたね。いいでしょ、同じオーバー。駆け上がり落として、駆け上がりの途中だったかもしれないけど、そこに触って、そこからちょっと浮かしたとこをもうこんぐらいゆっくりでしたね。で真ん中の一番深いとこで追って食うっていうよりは、一回もう鼻面まで見に来てポッて口開けた食い方でしたね。おっ、また食った。よし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 。もうこれは60ぐらいです。元気だな。この時期にしたら元気だよね。もう完全にハゼ食ってるやつらだね、今の結果。ハゼパターン得意なんです。周りの人が呆れてくれてるのが嬉しい。どうぞ。えい、50センチ、1頭で出たよ。ほら、ハーモニカ、これが完璧で一番100点満点の勝ち方。一回頭から飲み込ませて、でしっかり合わせるとこのかかり方です。ね、すごい綺麗な魚。これはね、鈴木海の長野メイです。長野メイですか？うん、すごい色白で。確かに可愛い顔してる。めっ
コン90はね、ほんとハゼパターン強いの。ゆっくり S 字書くんでね、こうめちゃくちゃゆっくり10センチ幅ぐらいでゆらーって、でボトムに触らない感じでボトムギリギリを引くのもすごいやりやすくて、いい、綺麗、綺麗な魚。多分ハゼ食ってる魚、冬特有のねパターンですけど、2頭連続出たね。全く同じじゃないけど、同じラインだし、パターンは一緒だね。食った位置はちょっと違ったけど、スネコン90ね、投げた先で多分水深20センチぐらいしかない今で、そこは根がかんないように持ってきて、スネコンはこう頭下げて沈んでいくんで、立ち上がりを下るように下ろしてって、でここで一回ボトムにつくんで、浮かした状態をギャーッとキープして、今左から右、あ、そばたさんと左から右に流れがゆっくり流れてるんで、流れ合ってるのが S 字書いてると、この辺で多分魚がフォールっていうか、もう何匹ステーションだね多分。ハゼ来たって感じでドッて、食い方は全く一緒だったな。もうね、水温低いからみんな活性低くて、ハゼは晩秋に産卵するのね、12月頭か11月下旬ぐらいに産卵して、でほとんどの魚は死んでくんだけど、結構体力あるやつはこの時期でもまだ生きてんだけど、だいたい100匹のうちね、この1月の海を乗り越えられるのは10匹ぐらいなの。90匹ぐらいは死ぬので、その20センチぐらいのハゼが最後弱って死ぬ時に、そのままコテって死ぬわけじゃなくて、なんか浮いたり最後泳いだりして死ぬんだと思うんだよね。見たわけじゃないんだけど、水槽で飼ってるハゼとかいろんな魚死ぬ時変な動きするのね、そういうのを食ってるんだと思う。でもそれが食べやすいし、それなり大きい魚だし、スズキも体力はつけたいけど水温低いんで盛んには泳ぎ回れないから、でハゼもスズキが後ろから来ると逃げたいんだけど、もう動けなくてファファファって動くったとこをボッて食ってるんだよね。ガボツ90から行きたいと思います。ここはね、そんなに深くないんで一発勝負。ベイトはいる、明暗では出ないけど、真っ暗な橋の下で出そうですね。おー、出た、しゃー、よし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 、ガボツ90やってくる。あー、テール一本、よいしょ、イエーイ、じゃーん。フライガーはね、1m50ぐらい入ったとこでボフッと出ましたね。ちょっと一回蘇生、はい、じゃあこんな感じでね、いい魚でございます。釣りました。はい、ルアー買います。シャルダス20、惜しかった、惜しかった。シャルダス一等でしたね。おお、エンチ。1匹ぐらいあげたい。そんなに大きなサイズじゃないけど。60ぐらい釣れた。シャルダス一発でした。はい、61。じゃあ、いいね、嬉しいね。はい、泳いできました。やった。はい、シャルダスで釣れました。一頭で出ましたね。明るい側2メーターぐらいのところ落として、でまあ沈むようなブレード回しながら、かつ沈んで感じで目を入れていく感じ。まあ1メーターぐらい入ったところでターンさせながらですかね。シャルダスはブレードが回っ
ってないように引くのもすごい釣れますよ。実際は絶対回っちゃってるんですが、そのブレードがなんかニュルルルルルルってこう振動を感じさせないぐらい、ブレードが止まってんじゃないかぐらいイメージを持てる流し方するときは、シャルダスの流れ方がめちゃくちゃいいんですよね。完全に流れ乗っけてるわけですから、流れを引っ張るからブレードが回ってるように感じるし、引いてるイメージが出るんですけど、シャルダスを、ね、こう流れに乗っけて流すときはブレード回さないイメージですね。実際回ってるんでちゃんと誘ってるし釣れるし、だけど流れ方いいんで非常にナチュラルに食ってくる。どう、びっくり、この城が来た、足元にこの城が来ました。よし、来た。シャルダスはいいなぁ。ドンピシャ入ってますね、パターン。食い方が抜群に。おぉ、サイズアップ。気持ちいい。やべぇ。いやぁ、引くね。元気だね。よっしゃぁ。おれ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 。すんごい太鼓。口閉じませんが。合わせてもちょうど71なんですけどね、すんごい太鼓。えい、はい、ありがとう。ブレードですね、ちょっと流れが効いてきて、完全に暗いところから明るいところに出てくる時に食いました。はい、じゃあルアー買います。シャルダスですね、シングルフックチューン。うまくなりたいならローギアおすすめかなっていうのは思いますね。どうしてもハイギアの釣り早く巻けて便利な時多いんですけど、ハイギアをゆっくり巻ける人でそういないんですよね、自分が見てる限り。もうハイギアゆえに早すぎて釣れてない人多いんで、やっぱローギアの方がわずかな巻きの変化とかその辺もできますんで、ポッチクタポッチクタ、まあそれでねやってもらえたらいいのかななんて思って考えてもらったらいいのかなって思ってます。あれこんなちっちゃいのか、ずれたぜ。いい、えい、42.3センチ、釣れました。そうだ、えい、はい、ありがとう。さあ今日はブリ戦の途中なんですけど、なぎで店長がさらしを打てって言うんで、ちょうどシーバスタックルがあるんですよなんて言ってたら、ナス食った。キラだ。いいブロインのジャーキングエディションでしたね。あれをさらしっていうので、あのさらしの泡が立った下に隠れてて、さらしの網にもみくちゃなってるベイトをこうやって演出してふわふわさせるの。そうするとトークえい、はいはい、4名。やっぱジャーキングエディションがさーってレンジ入ってくれるのと、泳がないんだけど新編みたいにこう S 字書いてるんで、それだね、まだ出るよ。あのやっぱ滝の落ち込みだね、テラスの上に乗って泡がダーッと落ちたとこに、要は小魚が落ちてくるの待って上向いてるやつがいて、そこに落として、その落ちてきて出てきたベイトをちょっと演出してあげれば、垂らしがね薄い時は投げちゃダメなの、見切られちゃうんだよね。もう一つ大きいの、もう一つ大きいの、あ、来た来た来た、あれで泡がダーッと出るでしょ、そこにシュッと投げて、ふわっふわっと、ジャーキングエディションだからダートさしてもいいんだよね。今日一サイズ、おお、いいサイズいいサイズ。おいしかった。うわ、あれはいいや。かっこいい、ヒラ。大ペンを周りが混ぜてるので、
ルアーの存在感ではかなわないから10フィート生かしたちょっと意味不明な飛距離と、それからジャーキングエディションを沈むんで15カウントぐらいして10メーターぐらい沈めて、でダートさせて横飛びでやれば、ルアー自体ちっちゃいけど存在感としては負けないんじゃないかと。綺麗に飛ばす先に見つけてくれると思うんで、大ペンを見つけて浮いてきた魚が中層でダートしてる140をね見つけてさえくれれば、多分ねこういう細身のルアーは食うんですよ。ジリングでもねああいうメタルジグガンガン食うわけですから。ダーキングエディションはスラックをしっかり意識してですね、パークでバーンって引っ張るっていうよりはドンとドット入れた時にその反発力で戻る力でスラックを作るっていうんですかね、それが大事かなと思います。さあチャンス来た、気づけ、よし、おっ、食った。おお、よし、合わせが完璧ですね。あとはここのパワーで生かす、ね、パワーファイトの真実動画でもありましたけど、で竿のパワーというよりは、まあ、純粋に言えばこう手で上げちゃえば簡単に上がるんで、今ドラグ出てますが、こうリールの定規を使うっていうんですかね、腰とか足腰使って、うおー楽しい楽しい、めっちゃ走る、よし、シャロ深いんじゃないんだ、上がれ、深いと思って上げるだけだったらもうリールの上下とか船の上下でね上げてくればいいんですけど、楽しむならこう竿を曲げてここら辺のパワーでね浮かしてきて、浮いてきた、おお6キロぐらいあるぞ、イエイ、はい、やざー、楽しい、これやっぱ竿がライトだと楽しいな。6キロぐらい、5キロぐらい、ハイブラインジャーキングエディションで、まあ、6キロ弱、5.7 キロってとこですが、まあ、ハイローラーでねファイトしたんで、まあ、やっぱ楽しいですね。